ります。なんでそんなことする。テレビ朝日さんでコメント収録してきました。名物コロッケ。あ、この角度ええの、なんかいろいろ見える。ズームもできるよ。すごいな、やっぱズーム。なんか何かを、あれオリンピックかな、なんか数えるモニュメントみたいなのがあるね。なんだろう、やっぱズームすごいな。なんでそんなことする。なんでそんなことする。面白いかなと思って。ショコラティエエリカさんで買ったチョコレートの中身です。まずまあメインですね。メインはこれ、あのショコラティエエリカさんの多分名物なんですかね、マボンヌというチョコレートで、中にマシュマロとかナッツとかいろいろ入ってるらしいです。でこう切るのが結構難しいらしいので、あの包丁を温めてカットした方がいいですよというふうに聞いてます。でもう一つが、これも多分売りになってるチョコレートで、ミントというチョコレートですね。チョコレートにこうミント味が入っている形です。夫がチョコミント好きって言ってたと思うので、まあ喜ぶかなと。一応この2つが結構有名なのかなと思います。でこれはあの、まあ、シンプルに美味しいかなと思ってトリュフを買ってきました。で8種類ぐらいあるらしいんですけど、あのお酒が結構入ってるのが多かったので、お酒が入ってない2種類を2つずつなんか一緒に私も食べたいなと思って買ってきました。喜んでもらえると嬉しいなと思います。